皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。ラジカル、ドリーマーズ、盗めない宝石。ラジカル、ドリーマーズ、盗めない宝石。は、1996年2月3日に、スクウェア、現スクウェア、エニックス、からスーパーファミコン用の、ゲーム配信サービス、サテラビュー、で、配信された、サウンドノベル形式のアドベンチャーゲーム。概要。衛星放送によるデータ配信機器であるサテラビューにて、提供された数少ないオリジナルゲーム。オーソドックスなサウンドノベルゲームであり、最初に遊ぶメインシナリオを、クリアした後、複数のシナリオへと分岐していく。うち、メインシナリオは、クロノ、トリガー、の、続編としての側面を持ち、後の、クロノ、クロス、の原型となったことで、知られている。長らく幻のソフトとして扱われていたが、クロノ・クロスのリマスター移植である、クロノ・クロス・ラジカル・ドリーマーズ・エディション以下 RDE 版に復刻収録され、気軽にプレイできるようになった。RDE 版はフォントや画像の高解像度化を除き原作 SFC 版とほぼ同内容であるため、まとめて解説する。ストーリー。この作品は7つのシナリオが存在し、1つのシナリオをクリアするごとに、1つ追加、という形で出現していく。共通設定。主人公の少年セルジュは、盗賊の少女キッド、魔術師ギルと共に3人組の、盗賊団、ラジカル、ドリーマーズ、を、組んでいる。彼らはある夜、辺境の貴族である山猫大君の、館に忍び込み、秘宝、凍てついた炎、求めて邸内を探索する。大まかな導入部は、それぞれ共通しているが、シナリオによりストーリーやキャラクターの、設定が大幅に変化する。いくつかのシナリオは複数の、エンディングに分岐する。きっと、盗めない宝石編、シナリオ、加藤正人、本作のメインシナリオにあたる、きっとと山猫の因縁の、対決を書くストーリー。クロノ、トリガー、の設定を、下敷きにした話であり、後の、クロノ、クロス、の原型。キッドの育ての姉がルッカであることが、判明する。ギル、愛と勇気の駆け落ち編、シナリオ、幾度は、ギルと、山猫の幼女リデルが駆け落ちする恋物語。ひまわりとキッド編、シナリオ、島本誠、謎のひまわりの怪物からキッドを、救い出す。コミカルでシリアスな遊び心のあるシナリオ。結末が複数に分岐する。激闘撲滅竜星刑事編、シナリオ、種ヶ島機、宇宙刑事ギルが火星大王山猫を、OSF 風コメディー。奇境、日のシェア編、シナリオ、種ヶ島機、幽霊などが登場するホラー調の、物語。キッドと、その恩人シェアの関係を、書く。謎の巨神兵器、パラダイス X 編、シナリオ、福川大輔、途中まではメインシナリオキッド、盗めない宝石編、と、全く同じ展開だが、終盤の展開が巨大メカ決戦となる。影の王国、死の女神編、シナリオ、幾度は、影の王国と死の女神を、巡るファンタジー調のストーリー。キッドとの好感度で結末が、分岐する。なお、
本作のオープニングは、とある少年が、数年前に亡くなった祖父の、古い日記とばりを見つける、という導入になっており、各シナリオのエンディングは、かつて冒険したセルジュの孫の、セルジュ、が日記とばりを、読み終わり、幼馴染の少女から呼びかけられるシーンで、締めくくられている。特徴。物語は、山猫大君の、関へ忍び込む三人組の、盗賊団、ラジカル、ドリーマーズ、の、活躍を書いたもので、ほぼすべてのシナリオが関を、舞台としている。関の内部構造はシナリオによって、変化することもある。寄り道要素もそれなりに見られる。関内では敵モンスターと、ランダムエンカウントし戦闘となる。モンスターごとに正しい選択肢を選べばノーダメージで倒すことも可能となる。減った体力は特定の場所で選択肢を選ぶことでしか回復できない。一部の選択肢にはリアルタイムの時間制限が設けられている場合があり、決断が遅かった場合は同じ選択肢でもその後の展開が変わることがあったり、ずっと放置していると何も行動を起こさなかったという扱いで、勝手に話が進んでしまうことがある。特に戦闘中の選択肢が顕著であり、放置していると多くの場合悪い結果となってしまう。主要登場人物。シナリオにより設定が大きく、ブレることも多いため、以下では基本設定のみを、記す。セルジュ、名前変更可能、主人公。旅の学士の少年で、本編から3年前にキッドと、出会って盗賊団に加わった。黒の、クロスの主人公セルジュと同名だが、ノベルゲームの主人公であるため自身の独白が多く、金髪でフードを覆っているなど、外見、設定ともに大きく異なる。旅の学士という設定など、一部の駅周りは、黒のクロスのスラッシュに受け継がれたと思われる。きっと、ヒロイン、盗賊団、ラジカル、ドリーマーズのボスである少女。17歳に満たない年齢だが、かなりの腕前を持つ。一人称、俺、の男勝りな言動や、縛った金髪など、黒の、クロス、の同名ヒロインとほぼ同様の、設定。マスクデータとして主人公の、セルジュに対するキッドからの、好感度が設定されており、各行動によって上下する。この好感度の高低によって、シナリオの展開が左右される箇所も、存在する。ギル。盗賊団の一員である闇の魔導士の男性。キッドとは昔からコンビを組んでいたらしい。常にドミノマスクのような仮面で素顔を隠しており、正体も謎に包まれている。彼の正体はシナリオごとに異なっており、メインシナリオであるキッド、盗めない宝石編では強いて、言うなら、黒の、クロス、での、アルフが容姿、立ち位置ともに近い。山猫大君。辺境レジオーナを治める貴族。キッドが狙う宝石、凍てついた炎を所持する。黒の、クロスの同名キャラと異なり住人の姿ではなく、長い髭を蓄えた人間で、キッド以外のキャラとの因縁は薄いなど、設定面は大きく異なっている。リデル。山猫の幼女。ジャホネ大佐の娘という点は、黒の、クロスの同名キャラと同じだが、本作では父は直接登場しない。また、髪色も異なり金髪となっている。きっと、盗めない宝石編での立ち位置は、黒の、クロスのセルジュへと受け継がれた。主なシナリオ。基本的にどのシナリオも1時間ほどで、読了できる短編集となっている。括弧内は担当したシナリオライター。きっと、盗めない宝石編、加藤正人、最初に遊ぶことになる本作の、メインシナリオ。キッドと山猫大君の因縁の、対決が主となる。黒の、トリガー、
の続編かつ、クロノ、クロス、の、原型となったシナリオであり、主要人物や基本的な設定など、大部分はこの時点ですでに、完成している。ちなみにバッドエンドが存在しているが、それでもクリアした扱いに放る。ギル、愛と勇気の駆け落ち編、幾度は、ギルとリデルがメインとなる恋愛シナリオ。このシナリオではギルの正体はリデルの、幼馴染、ギルバート、である。ひまわりとキッド編、島本誠、館にいる前に遭遇した謎のひまわりから始まるシリアスコメディ。唯一、館の内部に潜入しないシナリオとなる。選択肢がかなり多く、結末も複数に変化するようになる。激闘撲滅竜星刑事編、種ヶ島記、ギルの正体が宇宙刑事であるなど、ナンセンスギャグに振り切ったシナリオ。秘境、火のシェア編、種ヶ島記、キッドの恩人シェアにまつわるホラーテイストの、シナリオ。謎の巨神兵器、パラダイス X 編、福川大輔、途中まではキッド、盗めない宝石編、とほぼ同じ展開だが、決着が大きく異なりロボットバトルが、展開される。影の王国、死の女神編、幾度は、幽霊たちが集う、影の、王国、をめぐるシナリオ。キッドとの好感度でラストが、分岐する。評価点。美しい音楽や、館を探索する没入感。メインテーマや戦闘、館の内部など多くの BGM が、クロノ、クロス、ヘとアレンジを、施した上で引き継がれている。夜の館に潜入して探索するというテーマからホラーゲームのような要素もあり、館の中には不気味な部屋や、トラップ部屋、館内の人物との会話など、良質な BGM とも、マッチしてゲーム全体の雰囲気を、盛り上げている。賛否両論点。メインシナリオキッド盗めない宝石編における、クロノ、トリガー、関連の、悲劇的な設定。一部のキャラクターの境遇など、クロノ、クロス、での賛否点がそのまま通じている。裏を返せば、上述の通り基本的な設定はすでに、本作の時点で完成されており、いじる必要がほぼなかったということなのだろうが、なお、クロノ、トリガー、のストーリープランを、務めた加藤正俊が担当したのは、きっと、盗めない宝石編、のみで、その他のシナリオは、トリガー、と、一切関わりがない設定となっている。複数のシナリオライターが、手掛けたことによる分岐シナリオテキストの、文体の不統一感。このためか各シナリオに分岐する選択肢での、テキストなどが共通テキストや、他のシナリオテキストとの浮き沈みが、激しい。特に、ひまわりとキッド編、激闘撲滅竜星刑事編、といったコメディシナリオは、この部分が顕著であり初見時は面食らうだろう。一方で、複数のライターによってシナリオの、幅が広がっているのも事実であり、選択姿勢のサウンドノベルならではの、設定の自由さを活かした意外な展開もある。問題点。シナリオの総合的な質。ネタバレ。全体的に7割ほどが、コメディチックなものであり、テキスト面も超展開を、迎えるなど脱力する描写が、多く、全体的に悪ノリ感が、漂っている。きっと、盗めない宝石編、では山猫や、いてついた炎が最終的にどうなったのかは、触れられないまま終了し、若干知り切れ感がある。また、クロス、では生死不明のようにも、ぼかされていた、トリガー、キャラの、扱いも、本作では、死んだ、と明言されており、人によってはこちらの方が、辛く感じるかもしれない。一応、本作もまた、トリガー、とは、異なる世界の話であることも、語られて入るのだが、本作のプロローグは、少年が、数年前に亡くなった祖父の、日記と針を見つけ、そこに書かれた話を読んでいく、という導入なのだが、エンディングでセルジュが死亡もしくは、生死不明になった場合でも、エピローグは共通で、かつて、冒険したセルジュの孫の、セルジュ、
った三つとばりを、読み終わった後、幼馴染みの少女から呼びかけられるシーンで、締めくくられる、という終わり方になっている。さてラビュー配信ということもあるのか、総プレイ時間は10時間にも、満たない小ボリュームである。残り体力やキットとの、好感度はマスクパラメータ扱いであり、戦闘後のテキスト及びテラスでの、会話で判別する方式。いつでも見ることができないため、不便。一部シナリオではさらにテラスが、なくなってしまう。ランダム性の強い戦闘。エンカウントやイベント戦闘において、攻撃を回避する選択肢を、選んでも、本当に回避できるかは運に、左右されるらしく、ダメージを受けてしまうことがしばしばある。全体的な UI が悪い。フローチャートやバックログ、テキストスピード変更などが、ない。RDE 版ではオートモードが実装されているが、読み進めのスピードは遅め。総評。メインシナリオ自体は良質だが、一つの作品としては少々パワー不足。現在は、クロノ、クロス、へ、繋がる作品としてファンアイテムとしての価値が十分にあるといったところだろうか。クロス、のリマスター移植版に、同時収録されているため、クロス、と比較してみるのも、良いかもしれない。余談。クロノ、クロス、の設定は本作の、メインシナリオキット、盗めない宝石編、を、下敷きにしているものの、例えるなら読み切り漫画と、連載漫画のような関係であり、設定の細部では異なる点が、多いパラレルワールドとなっている。クロス、に本作の楽曲が、アレンジされて再利用されているほか、序盤のイベント、ジャホネ観戦のイベント、は、本作をモチーフにしており、缶に3人で忍び込むというシチュエーションや、缶の構造などに類似点が多いが、そちらはエルニド諸島のジャホネ大佐の、缶が舞台であり地理的にも、異なっている。クロス、の作中ではイースターエッグとして、本作、ラジカル、の冒頭シナリオを、書き間見れるシーンがあるが、同作の舞台となる2つの、パラレルワールドとはまた異なる、別の、時間軸の記録、という扱いになっている。クロノ、トリガー、の PS 移植の、際に本作を収録するアイデアもあったようだが、加藤氏の意向により収録は見送られたとのこと。
Thank you.
Thank you.
you